令和3年10月3日神戸六甲学院グラウンドにて2021高校アメリカンフットボール選手権秋季大会兵庫県予選トーナメント1回戦六甲学院高等学校ボブテイルズ対滝川高等学校ブルーインズの一戦が行われます。滝川高校キックオフ、六甲学院リターンで試合が始まります。六甲学院自陣30ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃、攻撃権更新まで10ヤードの前進が必要です。スペシャルプレイピッケインファースター。六甲学院相手陣20ヤードからファーストダウン10、さらにスペシャルフォーメーション、フランカー8番ヒッチパスをキャッチアンドラン、3人のブロッカーの壁を突き大きくゲインし約9ヤードのゲイン。六甲学院フォースダウン2ゴール、残り8ヤードフィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー10番キック成功、3点獲得、六甲学院高校3点、滝川高校0点。滝川高校自陣39ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃、攻撃権更新までは5ヤードの前進が必要です。ラニワック20番オプションピッチ置きは左オープン展開、セカンドへフォートで約4ヤードのゲイン。滝川高校相手陣34ヤードからサーダウン8、3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り8ヤード。ランニバック20番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開、滝川高校相手陣27ヤードからフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、1ヤード獲得しないと攻守交代です。中央へのランプレー、キャリア20番、しかしこれは六甲学院のディフェンスアジャストしノーゲイン、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。六甲学院自陣26ヤードからサーダウン12、攻撃権更新には12ヤードの前進が12ヤードの前進が必要です。再びスペシャルフォーメーション、クォーターバック32番ここでジェットモーションスイープを展開しました。フランカー8番このトスを受け左オープン展開を図りましたが、これは滝川がアジャストしさらにロス。滝川高校自陣29ヤードからファーストダウン10、ランニバック6番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開を図りましたが、これを六甲学院がチャージし大きくロス。滝川高校自陣27ヤードからセカンドダウン12、ナイスゲイン、ファースター。クォーターバック7番、ワイドレシーバー20番にパス、20番これをキャッチアンドランし大きく前進、ファースター。滝川高校相手陣11ヤードからファーストダウン10、タッチダウン。ランニバック6番ハンドオフから地を突破、相手のディフェンスの隙間を縫うようにエンドゾーンまで走り抜け、タッチダウン。滝川高校6点獲得、逆転です。六甲学院ファーストダウン15、
ボールオン自陣32ヤード右パワーのロンリーセンターバックアイ。フランカー81番ヒッチパスをキャッチアンドラン、ブロッカー利用し約14ヤードのゲイン。六甲学院相手陣31ヤードからセカンダウンテン。左パワーのロンリーセンターバックアイ。ナイスラン、ファーストラン。フルバック38番ダイブプレー、一旦は止められかけましたが、そこから出張り右オープン展開し大きくゲイン、ファーストラン。六甲学院相手陣14ヤードからファーストダウンテン。右パワーのロンリーセンター、タッチダウン。ここでエンドゾーンへのパス、ワイドレシーバー81番競り合いながらこれをエンドゾーン内でキャッチ、タッチダウン成立です。六甲学院6点獲得。六甲学院相手陣25ヤードからサーダウン4。ここでスランドダイブ、ファーストダウン獲得です。六甲学院ファーストダウン。六甲学院相手陣21ヤードからファーストダウン点。左パワーのロンリーセンター、ナイスディフェンス。六甲学院カウンタースイープでキャリア26番の右オープンのランでしたが、これは滝川アジャストし約8ヤードのロス。六甲学院フォースダウン7フィードゴールチョイス、キッカー10番キックレングス35ヤード。フィードゴール成功、3点獲得。六甲学院高校13点、滝川高校6点。リキックによりフィードゴール成功に変わりました。滝川高校自陣26ヤードからファーストダウン20。前半残り時間は44秒、時計回ります。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック7番ここでパスを投じましたが、これを取ったのは六甲学院81番攻守交代です。ターンオーバー。六甲学院前半1回目のタイムアウトを取りました。相手陣11ヤードからセカンドダウンテン。前半の時間は21秒、フォーメーション左パワーのロンリーセンター、インターセプト、ターンオーバー。六甲学院ここで20番へパスを投じましたが、このパスを取ったのは滝川高校6番、そこから大きくリターンし攻守交代です。ターンオーバー。滝川高校自陣31ヤードからファーストダウンテン。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック7番ここでプレーアクションパス、しかしこれを取ったのは六甲学院高校、攻守交代です。ターンオーバー。六甲学院相手陣23ヤードからファーストダウンテン。左パワーのロンリーセンター、タッチダウン。
フルバック85番ダイブプレーでそのまま相手のディフェンスをすり抜けていき大きくゲイン、そのエンドゾーンまで駆け抜けタッチダウン。六甲学院6点獲得。六甲学院自陣24ヤードからファーストダウン10、左パワーのロンリーセンター。ナイスファースト。ランニングバック38番、ハンドオフから地を突破、そこから右にバーンアウトし大きくゲイン、ファースト。ここでホイッスル、オフェンスの反則です。エンクローチメント、不正なポジショニングでスタートをしました。ここでホイッスル、オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。全員が揃ってスタートしなければオフェンスはいけません。5ヤードさらに抜体となります。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手を捕まえてはいけません。10ヤード抜体となり、さらに下がってセカンドダウン、やり直しです。六甲学院フォースダウン30、パントフォーメーションを選択します。パンター10番、トリックプレイ、ファースト。ここで六甲学院トリックプレー、パントキックをボールの開始点を越さずに手前のレシーバー13番に蹴りました。このパスは、このキックは前パス扱いとなります。したがって13番キャッチアンドラン、そこから相手ディフェンスを縫うように走り抜け大きく前進、ファースト。先ほどのプレー補足します。パントはボールが開始した地点を超えた段階で攻撃権放棄となります。超えなかった場合はボールファンブル、前パスと同じ扱いです。しかも特殊なケースであり、これはラインがとってもいい前パスです。これをパンターは、13番に蹴りました。13番はボールが超えていない地点でキャッチしておりますので、持って走る権利があります。したがって先ほどのプレーは有効。スペシャルプレーにより、六甲学院ファーストダウン。六甲学院サードダウン2ゴール、残り1ヤード。これは滝川ナイスディフェンス。再びダイブプレーでしたが、これは滝川高校が止めました。フォースダウンに変わります。六甲学院相手陣25ヤードからファーストダウン10。右パワーのロンリーセンターバックアイ。ナイスファースト。フランカー8番、ジェットモーションからトスを受け、左オープンに展開して、そこから縦に切り上がり、大きくゲイン、ファースト。六甲学院、サードダウン2ゴール、残り1ヤード。タッチダウン。フルバック38番、ハンドオフを受け中央突破、相手タックル弾き飛ばし、エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。六甲学院6点獲得。滝川高校後半2回目のタイムアウトを取りました。滝川自陣32ヤードからサードダウン5。タッチダウン。
ランニングクロックワン、ハンドオフを受け中央突破、相手タックルをすり抜け、そこから独走、一気にエンドゾーンに駆け込みタッチダウン。滝川高校6点獲得。六甲学院自陣24ヤードからセカンドダウン6。インターセプト、ターンオーバー。ここで六甲学院はロングパス、ターゲット23番へのロングパスでした。しかしこれを取ったのは滝川4番、攻守交代です。ターンオーバー。滝川高校ハーフウェイからファーストダウン10。南岳20番、ハンドオフから中央突破、相手タックルの隙間を縫うように走り、約9ヤードのゲイン。滝川高校、相手陣25ヤードからファーストダウン15。ナイスダービッグゲイン、ファーストダウン。滝川高校、ファーストダウン2ゴール、残り1ヤード。タッチダウン。滝川高校トライフォーポイント。ツーポイント成功。ランニバック20番、ハンドオフを受け中央突破、そのままラインの隙間を突き抜けエンドゾーンに飛び込み、2ポイント獲得。滝川高校20点、六甲学院27点、ワンタッチダウン差です。六甲学院自陣11ヤードからセカンドダウン12。ノーマルのプライフォーメーションを選択します。ビッグゲイン、ファースト。ランニバック20番、ハンドオフから左オフタックル付近を大きく独走、そのまま一気にディフェンスをまくり、ゴール前まで大きくゲインしてファースト。六甲学院サーダウン2ゴール、残り1ヤード。タッチダウン。ランニバック38番、ハンドオフから右オープン展開、相手にタックルに飛び込み、そのままエンドゾーン並べ込んでタッチダウン。六甲学院6点獲得。滝川高校自陣26ヤードからファーストダウン10。成功。ファースト。クォーターバック7番、ワイドレシーバー20番にパスを通し、ファーストダウン獲得。パス成功。ファースト。ターゲット2番、ファーストダウン獲得です。時計を確認します。残り時間は1分1秒。滝はフォースダウン。10。パス不成功。滝川高校、ここでターゲット20枚のパスでした。しかしわずかにコントロール合わず、4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。六甲学院セカンドダウン11、2ダウン、時計を回します。
ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、六甲学院高校33点、滝川高校20点で六甲学院高校の勝利。六甲学院高校2回戦進出です。